あら、扉にほうきがかかって開かなくなっちゃってるわ。お願いです。取ってください。普段の行いが悪いからこんなことになるんだわ。私たちから息子を奪った罰よ。しばらく反省してなさい。義母はそう言うとケラケラと笑った。さすがにその言葉に血の気が引いた。ずっと使っていなかったサウナの掃除を命じられ、そこに私を閉じ込めサウナを稼働させた義母と、助けを求める私を無視した義父は、そのまま陽気に温泉旅行へと旅立ったのだった。ところが翌日、義母からメッセージが届いた。あんたのせいで大変なことになってる。何があったのだろうと思ったが、それでも返信をする気にはならなかった。私だって義父母のせいで大変なことになるところだったのだ。だがこれはまだ始まったばかり。義父母はこの後旅行どころではなくなるほどの因果応報を受けることとなるのだった。私の名前は増田愛子、現在39歳の妊婦だ。一つ年上の夫の和也とは結婚したばかりの新婚夫婦で、今は義父母と和也の4人で暮らしている。実は私には以前にも結婚歴がある。20歳で結婚し、大学を中退し結婚、そして息子を出産した。しかし結婚から3年足らずして、元夫は不慮の事故で帰らぬ人となってしまったのだった。その後はシングルマザーとして一人で息子のケイトを育てた。若いシングルマザーに対して世間の目は冷たく、たくさん我慢も悔しい思いもしてきたが、そんなケイトも今では18歳になる。そして大学進学のため今春から一人暮らしを始めた。私はそれを機に交際していた和也と結婚、そしてこの春から同居を始めたのである。和也と交際を始めたのは1年ほど前。最初は彼の行為をなかなか受け入れられず、交際の申し出を断っていたけれど、和也はいつだって私の事情を理解し寄り添ってくれた。そんな彼に私も徐々に惹かれていった。最終的にケイトが、お母さんも自分の幸せを考えてと言ってくれたこともあり、交際に踏み切った。和也はケイトともいい関係を築いてくれて、私は彼と交際をスタートさせたことに幸せを感じていた。ところがそんな和也とは裏腹に、義父母は私のことを認めてはくれなかった。去年プロポーズを受けて挨拶に行った時には、え？結婚するの？冗談よね？と言われたのだ。和也は穏やかな声で話してくれる。結婚しようと思ってるよ。彼女の息子のケイトが来年の春から大学生で、その時に。あ、息子だと？とんだアバズレ連れてきたわね。義父母には私に結婚歴があることは伝えてもらっていたけれど、私を前にして二人はわめき立てた。さすがに私も苦笑いを浮かべることしかできない。結婚歴のある私がまた幸せを夢見ることは許されないのだろうかと落ち込みもした。だがそんな私の表情や思いを払拭するように和也は怒鳴った。彼女の事情は前もって話していたじゃないか。今そういうふうに言うなんてあまりにも失礼だと思わないの？それに彼女は一人で息子を育ててきたんだ。アバズレ？誰に向かって言ってんだよ。和也の言葉に義父母は一瞬口をつぐんだが、すぐに言い返した。でも今さら結婚だなんて、私たちの遺産目当てに和也をそそのかしたとしか思えないわ。どこだかよくわかんない大学に入学したくせに、卒業もできず妊娠して中退なんて、きっとお金がないんでしょ？だから和也を選んだに違いないわ。そうだぞ、
お前は騙されているんだ。確かに、カズヤの家は豪邸だった。カズヤの祖父、つまり義父の父が医者をやっていたようで、お金もある。義父母もカズヤも有名な大学出身で、いわゆるエリートだ。しかし、私がそれを知ったのは結婚が決まった後だったし、交際を申し込まれるまで彼のことは名前しか知らなかったのだ。騙されているなんて、俺がずっと彼女のことを思っていたのに、どうやって彼女が俺を騙すんだよ。カズヤは必死に私のことを分かってもらおうと必死に話をしてくれた。だがそんなカズヤの思いを聞いても義父母は納得してはくれなかった。結婚が決まった後も私のことを遺産狙いのあばずれ女、低学歴の貧乏シングルマザーだと思う気持ちはぶれないようで、親戚にもそう言い回っていた。もちろん私に離婚歴があることもそう思われる原因であるだろうけれど、そもそも息子に近づく女の存在が気に入らないようだ。以前からカズヤの交際相手には冷たくしていたとのことで、カズヤに結婚歴がないのもどうやら義父母が原因だったのだ。今までの彼女は父と母に認めてもらえなくて。カズヤはとても素敵な人なのに、どうして40歳まで一人だったのかと聞いたことがある。その時にカズヤはそう言った。それを聞いた時にはその言葉の意味がわからなかったが、今ならわかる。あんな義父母ができると思っただけで結婚が嫌になるのは想像にたやすい。例に漏れず私も交際前から嫌味を言われ、気に入られていなかったことは承知だ。その上、結婚歴があることで余計に義父母は私を毛嫌いしていたのもわかっている。それでもカズヤの人柄に惹かれ、彼の両親なのだからいつか分かってくれると信じていた。結婚後同居をしたのも、高齢の義父母を二人だけで置いてはおけないし、一緒に住めばきっと遺産狙いという誤解も晴れると私は言った。そして結婚を機に一緒に住み始めて、結婚後間もなく妊娠も発覚した。予定日は1月、今年の年末年始は忙しくなるねと夫婦で嬉しい悲鳴を上げながら喜んだ。遠方の両親も、離れて暮らすケイトも、ケイトに聞いたのか元夫の両親までも連絡をくださり、みんなが新しい家族の誕生をとても喜び、私の体調を気遣ってくれた。元夫が亡くなった時は絶望したし、今まで大変なことは数え切れないほどあった。だが私は再び幸せをつかみ始めたのだ。だからこそ初孫の報告には義父母も喜んでくれると思って疑わず、和也と一緒に二人に妊娠を伝えた。しかし義父母にとって初孫だというのに、妊娠を報告しても彼らの表情は硬かった。子供か、金がかかるな。親父がそんな心配しなくてもいいよ。俺たちの子なんだから、俺たちが育てる。でもほら、愛子さんには連れ子もいるじゃない。義母はそう言うと、少し馬鹿にするように私をちらっと見る。それに少しチクッとしたが、私は声を張る。ケイトの学費や一人暮らしの費用は元夫が残してくれたお金や、元夫の両親からの援助もあります。ご心配には及びません。カズヤさんのお金を使うつもりはありません。私ははっきりとそう言った。カズヤとしてはケイトの父親になりたかったそうだけど、その申し出を断ったのはケイトだ。カズヤさんには俺の兄貴みたいな存在になってほしいな。結婚の際ケイトはカズヤにそう言ったのだ。カズヤはその言葉に突き放されたと思ったようだけど、だから俺を育てるためのお金は出さないで、でも俺が間違ってたら叱ってほしいし、たまには飯をおごってほしいな、との言葉にすごく嬉しそうにしていた。家族であることは間違いないし、まあケイトがそれがいいって言うなら仕方ないな、
と言ってくれた。そんな二人のやりとりに私はこっそり涙を流したのだ。そのため和也のお金をケイトの教育費に使うことはない。私たち親子三人で決めたことだ。と言ってもね、年末年始はいつもお父さんと旅行に行ってるのに。旅行なら行ったらいい。二人に迷惑かけるつもりはないよ。ケイトのことについても俺たちが決めたことだから、母さんは余計な心配しなくていいよ。っていうか、仮に俺たちがケイトにお金を出したとしても母さんにいろいろ言われる筋合いはないし。いつまでもうじうじと言い訳を繰り返し、素直に喜ばない義父母。そんな二人にしびれを切らしたのか、和也は何かを諦めたように義母に言った。案の定、義母は火がついたように怒る。いろいろ言われる筋合いない？あなたは私の子なのよ。心配して何が悪いの？単純な心配ならありがたいけど、言い方が嫌味っぽいんだよ。喜んでくれるかと思ったけど、期待した俺が悪かった。妊娠を報告しただけなのに喧嘩のようになってしまい悲しかった。そんな私に気を使ってか、うつむく私の肩を和也が叩いた。すると義母は怒りをあらわにして言う。私の家族はお父さんと和也だけ。認めてもない女が産む子供なんて望んでないわ。どうせ愛子さんの子なら頭だって期待できないでしょうし。あまりにもひどいと思った。何度歩み寄ろうとしても義母は私のことを知ろうともしていないことを痛感した。母さんの言う通りだ。和也、いい加減目を覚ませ。今からでも遅くない。離婚するんだ。義父も義母と同じ意見のようだ。私はうつむいたまま唇を噛んだ。いい加減にしろよ。悔しくてたまらなかったけれど、和也はずっと私の味方になってくれた。ただそれだけで救われたのだった。その日から和也と義父母は口を聞かなくなった。というか和也が怒って二人を無視するようになったのだ。あなたと結婚して和也は変わったわ。そのことへの八つ当たりか、和也がいない時を見計らっては義父母は私へ嫌味を言うようになった。すみません。申し訳ないと思うならさっさと出て行きなさい。怒りを逆なでしないように気を使う私に、義父母は調子に乗る一方、その嫌味は私のお腹が膨らむにつれてひどくなっていったのだった。醜い体ね。どんな子が生まれてくるか不安だわ。高齢出産だしな。どうせ頭が悪いならせめてもう少し美人だったらよかったのに。私を蔑むようにゲラゲラと笑う声も幾度となく耳に届く。義父母もいつか分かってくれると思っていたけれど、妊娠中なのも相まって私は徐々に精神的に不安定になっていった。それでも和也に義父母の相談はできなかった。また和也と義父母が喧嘩にでもなれば、私への嫌がらせや八つ当たりが増えるのは分かっていたし、何より和也に余計な心配はかけたくなかったのだ。勝手に妊娠して家事をサボるんじゃこの先子育てなんて無理でしょうね。体調が悪い時にはわざわざ横になる私の前に来て嫌味を吐いた。だから多少無理をしても動くしかなく、そんなことを続けていたため、とうとう切迫早産となってしまった。いくら出産歴があるとは言ってももう初産と変わらないんだから無理しちゃダメだよ。お医者様も呆れたようにそう言う。自宅安静を言われた時に私は必死に入院をさせてもらえるようにお願いした。不思議そうな顔をする医者に、私は義父母のせいで安静にはできないことを伝えると、医者も目を丸くした。そんなひどい環境でよく今まで耐えたね。医者はそう言ってくれて入院をさせてもらえることとなった。その場しのぎではあったけれど、私は義父母から離れられることに一安心したのだった。
臨月になると一時退院をすることとなった。切迫早産が治り、もういつ生まれてもいいとのことだ。自宅に戻ることに不安はあったけれど、少し義父母との距離が空いたことでまた頑張れるような気がしていた。和也に迎えに来てもらって帰ると、私を見て義母は不快そうな顔をした。帰ってきたの？はい、留守にしてご迷惑をおかけしました。迷惑なんて、いる方が迷惑だわ。母さん！和也は義母の暴言をたしなめたが、義母はふんと鼻を鳴らして去っていった。義母には自分のせいで私が入院になったという意識は皆無のようだ。きっと義父も同じだろう。和也は私の切迫早産の理由が二人だとは思っていないけれど、さすがに二人の態度には呆れ果て、私に同居を解消しようと言ってくれた。とりあえず出産すればまた入院になるから離れられる。まずは何より出産が第一。そしてその後どうするか決めようと和也と約束をしていたのだった。そんなある日、義母が私に声をかけた。だらだらしてるんなら、私が留守の間に外のサウナの掃除でもしてくれないかしら。今日から義父母は5泊7日で温泉旅行。温泉旅行といっても、わざわざイタリアのサトゥルニアという場所に行くようだ。義父の友人がイタリアに住んでいるそうで、一緒に行くのだと耳にタコができるくらい自慢された。嫁って言っても年末年始の掃除もしない、お正月の準備もしない、迷惑かけないって言ったくせに役にも立たない。それくらいやってくれててもいいんじゃない？旅行の準備をしながら義母は偉そうに言った。家の外に後付けの家庭用サウナがある。義父の趣味で購入したようだが、今では誰も使っていない。それの掃除をしろとのことだ。確かに私は義母の言う通り、年末年始の忙しい時期に何もしていない。いろいろ言われるのも尺に触るし、小さなサウナくらいはと思い腰を上げた。サンダルを履いて外に出てサウナに向かう。そしていざサウナに入ってみると、埃臭くて思わずむせた。毎年掃除をしているはずなのに、こんなに埃っぽくなるものなのか。一度出ようとしたその瞬間、急にサウナの扉が閉まった。風で閉まったのだろうと特に気にもかけず扉に手をかける。しかしその扉はびくともしなかったのだ。え？開かない！押せば開くはずの扉だが、どうやら外に何かあるようで、中から体重をかけても開く気配がない。それだけではなく、さらにサウナは不穏な音を立てて稼働し始めた。このままだと熱くなってしまう。直感でそう感じた私は、サウナの中で真っ青になりながら扉を叩いた。誰か、お母さん、いませんか？何なの、想像しいわね。義母は小窓から中を覗き込んだ。すみません、何かが扉の前に倒れてきちゃったみたいで、扉が開かなくて、サウナも動き始めちゃったみたいで、外側から開けてもらえませんか？私は必死に懇願した。すると義母は言う。あら、扉にほうきがかかって開かなくなっちゃってるわ。お願いです、取ってください。普段の行いが悪いからこんなことになるんだわ。私たちから息子を奪った罰よ。しばらく反省してなさい。義母はそう言うとケラケラと笑った。さすがにその言葉に血の気が引いた。待ってください、サウナも動いちゃってるんです。せめてサウナの電源を抜いてください。あら、それが人に物をお願いする態度？それに電源なら中にあるでしょ。私はそろそろ出発しないと、もうあなたの相手をする時間はないのよ。義母はそう言うとサウナから離れていく。私は必死に叫んだが、陽気なその後ろ姿に期待をするのをやめた。私は
電源を探した。すると、椅子の下にそれを見つけ、ほっとしたのもつかの間。電源ボタンは故障していたようで、オフを押しても、サウナの温度は下がらなかった。嘘、壊れてる。サウナは長らく使われてはいなかった。メンテナンスもしていなかったのだろう。何度か押しても、サウナの電源が切れる気配はなく、私はまた諦めて脱出を図る。誰か、助けて！扉を必死に押してみたり、叫んだりしていると、ふと人影を感じた。小窓を覗き込むと、そこには義父の姿。旅行の荷物を持って、今しがた家から出てきたようだった。お父さん、助けてください！ドアを開けて！私はその姿に向かって叫んだ。声に気づいたのか、義父はこちらを見る。サウナの中から叫ぶ私と目が合い、ぎょっとしたようだったが、タイミング悪く義母が家から出てきてしまった。夜には和也が帰ってくるし、しばらく反省させてるの。ああ、そういうことか。遠くでそんな会話が聞こえた。寒くなったら電源を入れればいいし、暑くなったら切ればいいから大丈夫よ。さあ、行きましょう。私は再度必死に叫んだ。電源スイッチが壊れてて、サウナの電源が切れないんです。出してください。ちらっと私を見た義父は、ため息をつく。あら、やだ。そんな嘘までついて。嘘じゃありません。もう口を開くな。何もできないんだから。黙って反省くらいしてろ。私はその言葉に愕然とした。どうやら二人とも私を出してくれる気配はない。確かに夜になれば和也が帰ってくるけれど、こんなに暑い部屋では夜になる前に私が倒れてしまう。ましてや身重なのだ。倒れることだけは避けなければいけない。二人が去った後、もう一度扉を押した。その時、私が動いた衝撃でポケットから何かが落ちる。ゴトンという物音に視線を移すと、なんとそれは私のスマホだったのだ。パニックになり、スマホを持っていたことを忘れていた私は安堵の涙が出てきた。そして急いで和也に電話をしたけれど、つながらない。おかけ直しくださいというアナウンスが流れ、それが切れた瞬間、私は絶望した。お願い、助けて。思わずつぶやいたその時、ポロンと着信音を立てて、メッセージが入ってきた。ケイトからだ。私は、急いでケイトに電話をかける。ああ、お母さん？メッセージ見た？今、家にいるなら年末の挨拶に。ケイト、助けて！私は、ケイトの言葉を遮って叫んだ。どうしたの？家のサウナに閉じ込められてるの。助けて！ケイトはすぐに行くと言ってくれた。私は安心して力が抜け、その場に座り込む。今日から義父母が不在なことを知っていたケイトは、ちょうど私に会いに自宅に向かっていた途中だったようで、それから数分後には私はサウナから救出された。何があったの？どうしてあんなところに？私はケイトに事の経緯を説明した。ケイトはそれを聞いて真っ青になる。まさか、わざと閉じ込めたんじゃ。いくらなんでもそれはないわ。たまたまほうきが鍵になっちゃったのよ。それじゃあ、たまたま延長コードを使ってサウナの電源が入ってたっていうの？ケイトはそう言って、サウナから出るコードを刺した。なんとそれは延長コードにつながり、コンセントまでつながっている。私はゾッとした。使われていなかったサウナ、ずっとつながったままだったとは考えにくい。わざわざ閉じ込めて電源を入れたと思う方が自然だ。俺が来てなきゃ大変なことになってたよ。ケイトはそう言うと安心したようにうなだれた。私が閉じ込められてから救出されるまで約1時間。サウナが古く、
温まるのに時間がかかったことが幸いし、大変なことになる前に外に出ることができた。俺、あいつら追いかけて文句言ってやる。ケイトはそう言ったが、私はそれを止める。やめて。しばらく顔も見たくないの。でも、嫌がらせのこと全部カズヤに話すわ。黙ってたけど、もう限界。それが彼らにとって何よりの復讐になると思う。私の言葉にケイトはしぶしぶ納得したのだった。サウナが家の中の電源につながっていたため、家の中には入ることができた。ケイトと一緒に中に入ると、ちょうどカズヤから折り返しの電話がかかってくる。私の代わりに電話に出てくれたケイトは、義父母の行いをすべてカズヤに話した。カズヤさん、すぐ帰ってくるって。電話を切ってケイトは言う。年末の忙しい時期に仕事を切り上げて帰宅してくれるというカズヤに申し訳なさも感じたけれど、その言葉に私はとても安心した。アイコ、大丈夫か？それからしばらくするとカズヤがすごい勢いで帰宅した。どうやら電車ではなくタクシーを使って本当に急いで帰ってきてくれたようだ。大丈夫よ。病院には行かなくていい。電話に出れなくて本当に申し訳ない。ケイト、ありがとう。カズヤはとても落ち込んでいた。その姿に私の方が申し訳なくなるほどだ。俺もたまたま来てただけだから、もし到着が遅れたらと思うとゾッとするよ。まさか母さんたちがこんなことをするなんて。本当に俺は。二人とも私なら大丈夫だから、そんなに落ち込まないで。私は無理に笑って二人を励ます。でもさすがにこんなことをされて許せないわ。私だけならまだしも、子供の命まで危険にさらしたのよ。俺も同意見だ。自分の親だからと多めに見てたけど、二人がやったことを許せるわけない。あいつらにはしっかり痛い目を見てもらわないと気が済まない。カズヤはそう言うと、ハッとしたようにスマホを取り出す。そしてどこかへ電話をかけ始めたかと思うと部屋を出て行った。ケイトも私も不思議そうにその姿を見た。仕事の電話かしら。急に仕事抜け出したもんね。それより心配だから俺、今日泊まっていいかな。もちろんよ。私とケイトは笑顔で会話をした。ケイトに美味しいものを食べさせなきゃと思い、冷蔵庫や冷凍庫を開けると、新年の準備なのか、お肉や立派なカニが所狭しと詰め込まれている。その豪華な食材にケイトは目を輝かせる。あいつら帰ってくる前に食べようよ。でも。その時カズヤは電話を終えて戻ってきた。私たちの会話に割り込み、明るい声で言う。そうだな、全部食っとこう。よっしゃ。二人に血のつながりはないのに、そっくりな笑顔に私もつい笑みを浮かべた。そうね、カニ鍋にしましょうか。こっちは命の危険にさらされたのに、義父母は海外の温泉。カニ鍋を食べたくらい罰は当たるまい。そう開き直った私は早速夕飯の準備を始め、三人で美味しく晩ご飯を楽しんだのだった。翌日、朝食の準備をしていると、私のスマホに何件もの着信があった。義母からだ。閉じ込めたくせに私に何の用だと思い、その着信を無視していたところ、メッセージを受信した。あんた、カズヤに何か言った？もちろんそのメッセージも無視。すると続けて連絡が入る。あんたのせいで大変なことになってる。何があったのだろうと思ったが、それでも返信をする気にはならない。私だって大変なことになるところだったのだ。私がそっとスマホを伏せると、カズヤの声が聞こえてきた。何事だろうかと思い、カズヤの元へ向かうと、どうやらギフトの電話中。ギフも苛立っているようで、電話の向こうからの怒鳴り声が私の耳にまで届いた。
いいから、今すぐカード会社へ連絡してくれ。今電話したって、どうせそのカードは使えないよ。それじゃあどうすればいいんだ。俺たちを見捨てる気か。知らないよ、勝手にして。怒り狂うギフ、カズヤはそれをひょうひょうと笑ってかわし、電話を切った。その後も電話は鳴り続ける。いつの間にか私の隣に立っていたケイトがカズヤに言った。どうしたの？ああ、昨日カード止めたんだ。あの二人が持ってたの、俺の家族カードだったから。私は目を丸くした。海外に行っている義父母、あんなに怒っていたのはカードが使えないからだったようだ。まあ、これくらいで済ませるつもりはないけど、まずはあの二人に楽しむ権利はないから。せいぜい海外で困ればいいよ。ケイトはその言葉に笑い、カズヤさんがお母さんの旦那さんでよかった。と、最高の褒め言葉をくれたのだった。その後、私には何度もメッセージが入ってきていた。お前のせいだ、疫病神、優しかった息子を返せ、など、まるで呪いのようなメッセージだ。返信はしないが、さすがにうんざりしていた。義母からの呪いのメールは旅行中毎日続いたのだ。本当にごめん。母さんがこんなにイカれてるなんて、俺はどうして気づかなかったんだろう。カズヤは私以上に呪いのメールに精神的に参っていた。そんな私たち二人を見かねてケイトが言った。いい考えがあるんだけど。私とカズヤはその言葉に首をかしげながら彼の言葉に耳を傾ける。すると、ケイトは私へスマホを貸すように言ったのだった。カズヤと二人で一度外へ出て行ったケイトは、数分後、大笑いしながら二人で戻ってきた。そして、私のスマホから義母へ連絡をした。おばさんのメールのせいで、カズヤさんは気が狂ってしまいました。俺にはもう止められません。ケイト。そのメッセージには一本の動画が添付されていた。再生するとサウナの中にいるカズヤの姿から動画が始まる。小窓から顔が見えるように映り、その入り口は私が閉じ込められた時と同じようにほうきで開かなくなっていた。熱いよ、電源が壊れてる。でもこれは罰だ。両親が愛子をいじめた罰を俺が受けるんだ。スマホからはそう叫ぶカズヤの声。どうやら二人で先ほど外に行ったのはこの動画の撮影だったようだ。一分程度の動画だが、迫真の演技をするカズヤに私は目を丸くした。それが送信完了になってすぐ私のスマホに着信が入った。はい。愛子の連れ子ね。カズヤをどうしたの？知らないっすよ。カズヤさんが勝手にやったことなんで。カズヤはその会話を笑いをこらえながら聞いていた。今すぐ出してあげて。出てこないんですよ。自分のせいだって言って。それじゃせめて電源を抜いてあげて。義母は必死にケイトに言う。しかしケイトも冷静なものだ。中に電源あるんでしょ？お母さんにはそう言ったって聞きましたけど。ずっと使ってないのに、そんなもの壊れてるに決まってるでしょ。和也が苦しんでるのよ。どうしてあの子が罰を受けないといけないの。そんな必要なんてないのに。私は義母のその言葉に驚いた。なんと電源が壊れていることを知っていたのだ。それを分かった上で私を閉じ込めて助けてもくれなかったなんて。私はつい頭にきた。お母さん。愛子さん、そこにいるのね。カズヤは早く助けてあげて。知りません。カズヤには気が済むまで反省してもらいます。カズヤの両親にひどい目に遭わされたんですから。私はそう言い残して電話を切った。ケイトもカズヤも電話を切った後大笑いだ。まだあと数日ある旅行、カードも使えない上に息子の心配で旅行どころではないだろう。私はそんな二人の姿を想像し、すっとしたのだった。
そして帰国当日、案の定二人はすごい勢いで家に飛び込んできた。カズヤ、カズヤは無事か？ああ、お帰りなさい。私はそうのんきな声で二人を迎える。義父母はすごい顔で私をにらみつけ、凄みを聞かせる。あんた、カズヤは？カズヤ？ああ、まだ反省してます。自分が悪いんだって。その言葉を聞いた瞬間、義父母の顔色が真っ青になる。そして恐る恐る義父はつぶやいた。なんか臭くないか？そんな、まさか。二人は顔面蒼白なまま急いで外へ駆け出した。その姿に思わず吹き出した。うっ、なんだこれは。そしておそらくサウナを開けたのだろう。大声で叫んだその声とともに、私の元にまで腐敗臭が届いた。すごい匂いだ。私は鼻をつまみながら外へ出た。あんた、何なのこれは。義母も鼻を塞ぎながらサウナを指さす。そこにあったのは、私たちが楽しんで食べたカニ鍋のゴミや立派なお肉のパック、お正月用に義母が準備していた食材の残骸だ。美味しくいただきました。ま、紛らわしいことをしやがって。カズヤはどこだ？紛らわしい？カズヤが腐ったとでも思いました？サウナに閉じ込めてたらどうなるか想像できたみたいで何よりです。私の言葉に二人は口をつぐんだ。私の狂気をはらんだそのセリフに思わず言葉を失ったのだろう。私も腐るところでした。まさか電源壊れてることを知ってたのに閉じ込められるなんて思いもしませんでした。それは悪かったわ。義母は初めて謝罪の言葉を口にしたが、きっと和也の無事を確認するまでの建前だろう。その時玄関を開けて和也が顔を出した。和也、無事だったのか。まるで私が人質にでも取っていたかのようだ。二人は安堵した表情を浮かべ和也に近づく。しかし和也は顔色一つ変えず二人に言った。無事？何のこと？え？義父母の息を呑む音が聞こえた。愛する妻へひどい仕打ちをされたのに無事だったなんて言えないよ。それは俺も愛子も無事じゃなかった。もう腐ったと思ってもらってていいよ。それは明らかに和也から義父母に対する絶縁宣言だった。二人は膝から崩れ落ちる。いくら私が歩み寄ろうとしても受け入れてもらえないどころか拒否された日々にやっと終わりを告げた。愛子、行こう。和也はいつの間に準備したのか大きなキャリーバッグを持って家を出る。ごめんなさい、これからはもっと愛子さんに優しくするわ。和也、愛子さん、本当に申し訳なかった。すがるように謝罪する二人の手を振りほどいて、和也は私に手を伸ばした。私はその手を取り歩き出す。自宅から離れても義母の泣き叫ぶ声は住宅街に響いていた。その日からホテルに宿泊し家を探すことにした。そして翌日、とりあえず足りないものを取りに自宅に戻った時のこと、何やら自宅の前にパトカーが一台、そして人だかりができていた。どうしたんですか？カズヤがご近所さんを見て声をかける。カズヤ君、なんだか昨日から匂いがひどくて私が警察を呼んだのよ。何があったの？私はハッとした。きっとサウナの中の大量の生ゴミを片付けもせずドアも開けっぱなしにしているのだろう。こっそり中を覗くと、あの女から息子を取り返して誘拐されたのよ。あの女は本当に魔女のような女なんだと警察に訴えている義父母の姿に深くため息をつく。和也はしぶしぶ出て行き、おまわりさんに事情を話した。誘拐された息子が自ら出向き事情を話すものだから警察も苦笑いだ。和也、お母さんが悪かったよ。
帰ってきてよ。義母は和也にしがみつき、おいおいと泣き始める。お母さん、あなたがお嫁さんにひどいことをしたんでしょ。自業自得ですよ。泣いてる暇があるなら、お父さんと二人でさっさと生ゴミ片付けてください。ご近所さんの迷惑です。警察の諭すような声が外まで聞こえてきて、私は思わず笑った。大切な息子を自らの行いで失った義父母、お金に困ることはないだろうけれど、きっとこれからは愛のない寂しい人生を送っていくだろう。ついでに今年のお正月にはご馳走もないだろうけれど、それも自業自得だと思っている。私たちは年明け、無事にアパートに入居することが決まった。それまではホテル暮らし、身重な私は家事の負担がなく、とても快適だ。そして、新年を迎えるのと同時に破水。病院に運ばれた私は、とても元気な女の子を出産した。大変な妊娠生活だったけれど、何より無事に生まれてくれて、本当に嬉しかった。和也とケイトもすぐに駆けつけてくれて、新しい家族の誕生を喜んでくれた。落ち着いたらマイホームの計画を立てる予定だ。ケイトがいつ帰ってきてもいいように、和也はケイトに内緒で彼の部屋も作るつもりらしい。とても素敵な夫に巡り会えたこと、そして可愛く優しい二人の子供に恵まれたこの人生を私は誇りに思っている。